前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム。今回は新型コロナウイルス感染症への不安軽減のためにをお送りします。前橋市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回は新型コロナウイルス感染症への不安軽減のためにをテーマにお送りします。前橋市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、場所を変え市長との距離をとってお送りします。新型コロナウイルスへの感染の不安が日に日に大きくなっていますね。そうですね、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症に対しまして、日本でもですね、国を挙げて対策が講じられております。感染症に関する情報を皆様にお伝えするのはですね、法律がございまして、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、この定めによりまして、厚生労働大臣及び知事の権限であり、責務であると、こういうふうにされているんですね。三重県内で感染が確認された場合、それがどの市町のことであろうと、知事が感染した方の行動あるいは濃厚接触者についてですね、情報を発表しておりますのは、この条文に基づいてのことなんですね。感染者に関する情報の発信は三重県なんですね。でも津市民としてもっと詳しい情報を知りたいこともありますよね。そうなんですね。感染した方に関する情報というのはですね、全てが公開されるわけではないんですよね。その理由は、人権を尊重するあるいはですね、個人情報の保護、さらには勤務先とか滞在先などについてのですね、風評被害の防止と、こういうことが必要なんですね。したがってですね、県からの発表を受けましてですね、ご自身やご家族が生活なさっていく上で、今後どのように行動すればいいのかということをですね、判断すると、そういうためにもっと詳しい情報が必要だと、こういうふうに思われる方もですね、たくさんいらっしゃるというふうに思うんですね。市長には感染情報を発表する権限はないんですが、市民の暮らしを守る責任があります。そこで津市ではですね、市民の生活に非常に大きな影響のある、そういう事柄に関しましてはですね、感染者やですね、接触者の人権を尊重しながら、独自に情報の収集と整理に努めましてですね、市民の皆様に少しでも早くお知らせをするよう努めております。独自の情報収集とはどのようなことをされているんでしょうか。はい、今年の3月28日に鈴鹿市で行われた陸上競技の練習会の講師がですね、感染者であったと、こういう事案を一つ例にとってですね、お話ししてみたいと思います。3月31日の三重県の発表によりますと、練習会での接触者はですね、82名、これは幼児とか小中学生、高校生を含んでいると、こういうことが公表されたんですね。ところがですね、津市内の子どもがそこに含まれているかどうかということについてはですね、不明だったんですね。詳しい情報が分からなかったんですね。そうなんですね、公表されなかったんですね。で、新学期の開始が近づいてまして、4月6日に近づいてました。これだけの情報ではですね、予定通り学校を再開できるかどうかということが判断できません。津市教育委員会ではですね、三重県の教育委員会からの連絡をもとにですね、津市から参加したのは9人であったということを把握しまして、その9人が通う学校にですね、練習会後の行動についてね、確認を行いました。その結果、全員が練習会以降、部活動等への参加もなければ、学校内での他の児童生徒との接触もないということが分かりました。
まあ、それをもとにですね、予定通り学校の再開を4月2日に発表をいたしました。3日にはですね、津市の9名全員が陰性であることを独自に公表をいたしました。まあ、三重県内の参加者全員についての検査結果が判明したのは翌4日のことでありまして、まあ、県の発表とは前後することになったんですけれども、まあ、これはですね、学校の運営について津市教育委員会が責任を持って判断するため、まあ、手を尽くしてですね、お一人お一人の状況の把握に努めたことによるものなんですね。学校の再開の根拠となった情報を市民と共有したことでですね、憶測が飛び交ったりすることによりましてですね、保護者の方が動揺なさったり、あるいは混乱したりと、こういうことの防止へとつながったというふうに思います。市民にとって必要な情報をお知らせするようにしたいものですね。そうですね。また新型コロナウイルス感染症で多大な影響を受ける方々に対しましてですね、国は次々と緊急の経済対策というのを打ち出しているわけなんですが、これをですね、迅速かつ分かりやすくお伝えしていくというのもですね、これも市の重要な役割だというふうに捉えています。経済対策を待ち望んでいる方も多いですよね。そうですね。外出の自粛などでですね、深刻な打撃を被ることになった事業者の皆様方に対しましてはですね、無利子無担保の融資とか、あるいはセーフティーネット保障、それから雇用調整助成金の支給などのですね、支援策が拡充されることとなりました。しかしですね、国、県、あるいは各金融機関それぞれがですね、発表するいくつもの制度の中から最適なものを選択するというのは大変な作業になります。そうですよね。どれを選べばいいかわからないですよね。そうなんですね。そこでですね、津市は本庁舎とあの津台のビジネスサポートセンター、それから9つの総合支所にですね、事業者向け相談窓口を設置いたしました。担当の職員は事業者の方がどの制度を選択すればよいのかというのを共に考えですね、で手続きのお手伝いをいたします。国、県、各金融機関のどの仕組みであってもご案内できるワンストップ窓口として、職員たちはですね、日々情報の整理と制度内容の把握に努めております。それでは事業者ではない方はどこに相談すればいいんでしょうか。はい、1人10万円の特別定額給付金についてもですね、すでにお届けをする準備を進めております。市民の皆様からはですね、どんなことでも気軽にご相談していただける、そういう窓口を開設いたしました。こちらですね、市役所本庁舎に開設をいたしました市民生活相談案内窓口にお問い合わせください。5月は緊急事態宣言の効果を踏まえ、次なる対策が打ち出される、そういう局面に入ります。津市は状況の推移に応じた取り組みと情報の共有で皆様の不安軽減と安全の確保に努めてまいります。また最新の情報については市長メッセージを随時発信をいたしております。そちらもどうぞご覧ください。テレビ版市長コラム、今回は新型コロナウイルス感染症への不安軽減のためにをテーマにお送りしました。前橋町ありがとうございました。ありがとうございました。